助けに来てやったぜ。大丈夫か？何かされなかったか？静かに、見張りに気づかれる。なんだこの鍵、鍵穴がねえぞ。どうやってこれ外すんだ。妖術といった類でかけられた鍵といったところだろう。厄介ではあるが、今助け出してやるからな。ちょっと待ってろ。今騒ぎを起こしては俺たちが侵入してきた意味がない。じゃあどうしろって言うんだよ。一時的に仮死状態になれる薬だ。最悪の場合これを飲めば。引き継ぐ？あんた何考えてんだ。そんなわけわかんねえ薬使って解決すんのかよ。しかしだ、これ以外に何か方法があるか。最悪の場合を想像しての。俺が守る。匠も守ってやるよ。そうすれば何も問題ないだろう。富田、そんなことができると思うのか。当然だ、やってやるよ。だから誰かが悲しんだり死んじまったりするような手段なんて使おうとするんじゃねえ。そうだな、お前がそこまで言うのならばお前の言葉を信じることにしよう。おう、任せとけ。俺を信じろよ。当然無茶はするさ。そうじゃないとお前と匠のこと助けられないだろうしな。そろそろ行くぞ。考えがある。うまくいけば全員助かるだろう。時間がない、急ぐぞ富田。絶対にお前のこと助けに来るからな。何も心配するんじゃねえぞ。
お前、どうやって？ふざけるな、牢に戻れ。今なら見なかったことにしてやる。俺に会うたびに同じようなことを言う。お前は一体俺の何だって言うんだ。お前は、俺の…本当に元気だね。牢屋を逃げ出してこんなところまで来たりして。そんなに苦しめたらかわいそうだよ。教師様は悪くなんてないよ。落ち着いて。あの玄武の巫女に騙されているんだよ。牢屋に戻ってゆっくり考えるといいよ。
何を言ってるの？迎えに来たんだよ。儀式が始まる時間だしね。さあ、行こうよ。さあ、行くよ。待ってろ。すぐに助けてやるからな。どけってんだよ。ここは通さない。あんな目に合わせて何とも思わねえのかよ。渡さない。やってやろうじゃねえか。急いでんだよ。
それで終わりと思わないことだ。やらせっかよ。おい！教師様、術を完成させてくれてありがとう。安心して眠っていればいいよ。第五の神の力は俺がもらうから。おやすみ。教師様。神の力があれば、妖魔の俺だって人になれるんでしょ？そうだよ。俺人の姿はしてるけど、中身は妖魔らしいよ。
わからなかった？俺も知らなかったけどね。儀式を完成させるよ。ごめんね。たくみ、一緒になろう。ってことを、自分から死を選ぶなんて、これでは生贄の血が。
絶対に許さねえ。止まってたからどうなるかと思ったぜ。俺にこんな心配させやがって。お前が目を覚ましてくれた。それだけでいい。ま、俺が勝手に心配していただけだしな。ば、馬鹿野郎。俺は感謝されるほど心配してないっての。重いから下ろすぞ。いいか。 いいじゃねえか。ほら下ろすぞ。さっきまで死んだみたいに動いてなかったっていうのに元気なもんだな。
どうした？どっか怪我でもしたのか？もう時間がないってことかよ。大丈夫か？今タキコたちが儀式の準備をしてる。それまで我慢してくれ。俺はそれしか言えないけどな。おい、体の具合はどうなんだよ。そっか、ほら、ここに座っておとなしくしてろって。水欲しくねえか？それとも祭壇がどんだけ進んだか見てくっか。ああ、はあ。おい、何言ってんだ。お前は元の世界に戻らないといけないんだよ。お前がこのままこの世界にいれば本当の別れになっちまうんだぞ。お前が死んじまったらそれこそ一生の別れなんだぜ。それはもう会えないことだって分かってるか？悪い。おい、大丈夫か？怪我してねえか？
またどこかで会えるかもしれないんだ。今別れたとしてもまた会えるかもしれないんだよ。だからお前の世界に戻れ。戻ってくれ。戻らないとお前は今度会うとき、その時は当然だ。匠、頼んだぞ。なあ、うん。儀式を始めましょう。長老様の言葉通りなら、その祭壇の上で鏡を掲げれば帰れるはずよ。ああ、またな。
随分早起きだな。朝の女神ってやつに挨拶しねえとな。じゃ、行くぜ。